こんにちは、すぐです。はい、来ました。じゃん、キングタコスのタコライスいただきました。あやさん、ありがとうございます。いただきます。どうぞ。喋ってください。喋ってよ、ちゃんと。久しぶりにキングタコスのタコライス。どこのお店行ったの？宜野湾永田店。ちゃんと駐車場止めれた？多分ね。難しかったけど。値上がりしてた？書いてあった。800円。それは800円です。なんか普通のタコライスは。普通のタコライスって何？野菜？ただそう、タコライスっていうのは値段は500いくらやったけど。このタコライスはライスとミートしか入ってませんって書いてあった、うん、それはタコライスミート。タコライスミート、うん、どういうことと思って店員さんに聞いて、でこの写真が野菜入ったのとチーズが乗ったのの写真があったけん、うん、でこれを買いたいならどれ頼んだらいいんですかって言ったら、タコライスチーズ野菜、チーズ野菜、そうこれだから選べれるのよ。だからタコライス野菜にしたらレタスだけ、レタスだけ、ミートとレタスだけ。タコライスミートはご飯とミートだけ、タコライスチーズはミートとチーズ、タコライスチーズ野菜は全部。でもそのミートが入っとけばタコライスってこと？ああ、そこは難しいよね、うん、ミートリの野菜が入ってタコライスよね。でも野菜嫌いな人もいるから。ああ、そっかそっか、それそう、結構ミートもいるし、チーズもいるよ。ミートにチーズ、それで結構食べる。そっか。ちなみに俺はチーズあんまりだから、いつも野菜にしてる。食べれんと？いや、食べれるけど、タコライスを、まあ、トラウマというか、タコライスっていうかさ、チーズみんな好きじゃん、うん、あれに対してちょっとえみたいな、チーズがこうとろーってしてたらいいじゃんみたいなあるでしょ、インスタ映えとか、あれに対してちょっと冷めてるから。別に俺はチーズでおーってならんしみたいな。あ、じゃあ味は好きって。味は好き、まあ食べないけどね、自分でチーズ買ってまでは。このチーズはね、こうなった時めちゃくちゃ臭いじゃん、うん、それからちょっとなんか飲んだ時に食べた後に飲んでゲロを吐いたのを見て、うん、俺がじゃなくて、うえーってなったから、そのイメージになった。そのイメージっていうか、別に嫌いじゃないけどチーズ、うん、俺はチーズではときめかないよっていうもう早く食えと。じゃあいただきます。はい、どうぞ。キングタコスはね、結構量が多いんだよな、うん、だからこれを食えたら一人前と。昔はこれの半分しか食えなかったから。ハーフとかあります？ないです。ハーフ食うなら食うな。いただきます。うまっ。うまい。やっぱキングタコスでしょ、タコライスは。沖縄でタコライスって言ったらどこですか？キングタコス。次は次、それはね、例えば映えとか、うん、今っぽいのだったらキジムナーとか、うん、あとはちょっと渋い感じだったらルーラーズとか、結構いろんなお店あるんだけど、うん、一番誰でも知ってるのはキングタコスじゃないかな。キンタコね、うん、キンタコって言うんでしょ。そう、やっぱうまいしね、うん、止まらんわ。全部行きましょう。え、ちょっと付き合う羽目になるんだ。え、
1人前のあんこ。うまっ。チーズがやば。見てこのチーズの層の厚さ、これ。チーズの厚さこれぐらいある。アメリカン。やば。チーズ好きな人は好きかもしれんけど。うん、うまい。ありがとうね。辛いのかけました？まだかけれんか。一応動画的にかけようかな。うん、え、食べるんだ。いやいや、ゆっくり食べたくて。ああ、そっかそっか。今。あ、そっか。開けたらバーってなるけんね。いや、止められるこれ。昔はこれタダだったけど、今50円ぐらいかな。別で売ってるよね。へえ。お店に入ったらすごいこうでかいやつで。これソース渡されるんだけど、それめちゃくちゃ全部かけるっていうのが、中で食べれる？中で食べれたのよ、長田の昔は。うん、今普天間と金、あとよかつも食えるんじゃないかな。よかつ店はね、僕の同級生の親が、母親が働いてました。おばさんが海中道路行く前、うんうんうん、まあ移転する前の。じゃあいただきます。ソースかけたんで、うんうん、違います。うまそうに食ってる俺、うん、マジでうまいからかけた方がやっぱ美味しい。うん、やっぱソース好きなんで、かけたら全然変わる味。ケチャップとどっちが好き？え、このソース？うん、それはもう同じあの戦いの場に出さないでほしい。ケチャップは、うん、何でも合うじゃん、うんうん、やっぱこのソースはタコライス用だから。かといってじゃあタコライスにケチャップかけるかって言ったらかけないから。あ、そうなんだ。うん、やっぱ味違うから。そっかそっか。たまにケチャップかけて出すタコライス屋さんあるよな、うんうんうん、あれ違うから。もしそれするならもうマヨネーズも出してほしい。それまた違うかな。あ、でも家だったら俺マヨネーズかけて食べる。あ、まあ美味しそう。キャベツやもんね。レタスね。うまっ。喉乾きそう。それな、うん、やっぱタコライスにはコーラだよね。コーラ？うん、ご飯に？うん、ご飯にコーラだよ。ハンバーガーとかならわかるけど。ああ。普段俺家でご飯食べながら牛乳飲むよ。マジで？だって給食の時そうだったじゃん。うん、そうやけど。ご飯食べ終わってとかじゃなくて？うん。食べながらペプシ飲んで、うん、食べ終わったら牛乳。合わん。合う合う。合わん。牛乳はパンでしょ。ああ。昨日はだから牛乳飲みながらあのココナッツサブレってあるじゃん。うんうんうん、あれ食った。あ、それはめっちゃいい。うまって言ったもん一人で。ココナッツサブレ美味しいよね、うん、だけど最近マジでやめようと思ってるのが、ご飯食べた後に絶対お菓子食うんだけど。あ、わかる。わかる。わかる。このご飯を食べ終わるぐらいにもうお菓子のことを考えてるじゃん、うんうんうん、だから、うん、ご飯でお腹いっぱいにしないようにしてる自分が嫌じゃない、うん、いや
やけってご飯をいっぱい食べ、お菓子食べんどこうと思ってご飯いっぱい食べてもお菓子は食べれる。あ、食べれる？うん。俺食べれない。でも、ああ食べたかったなって思う。ご飯食いすぎた。お菓子食えないじゃん。ってなる。って思う。で、いやそれでも食ってしまったら気持ち悪くなる。ちなみにお菓子何が好き？チョコレート。チョコレート？うん。何の？何のお菓子？最近はダークチョコみたいなの食べるけど。ダース。ダークチョコ。カカオが多い。ああ、甘くないやつ。そうそうそう。アルフォートとかも好き。ああ。あとはアイス。ああ、アイスね。うん。女子じゃん。女子やもん。もう女子が食うやつやん。じゃあ何が好きなんですか？最近ハマってるのは、うん、うまい棒。うまい棒？何？うまい棒をあの12円のやつをいっぱい、うん、子供とかがこう、お母さんこれ買っていい？ダメ！とか言ってるそばから俺がスーってこう。3本ぐらいこうパッパッて取っていいなーっていう目で見られながら取って、その上にあるどんどん焼き、わかる？30円の白い太鼓を持ってる、わからん、なんかソース味みたいな、うんうん、とフライドポテト、わかる？黄色いやつ。ああ30円。あ、全部駄菓子。あ、全部駄菓子、うんうんうん、最近それを買ってまず家帰ってで牛乳飲みながら、そのうまい棒のチーズ食べながら風呂入って、風呂終わったら明太子食べながらご飯作るみたいな。ご飯前に食べる？もう我慢できなくて、だからもう買ってスーパーから帰る帰り道でもう食べてる。でどんどん焼きをご飯食べ終わってなんか見ながら眠りながら食べる。眠りながら、横になりながら、うんうんうん、それはやめた方がいいなと思って、うん、じゃあ甘いのは食べないんだ。甘いのだから昨日そのココナッツサブレ、うんうん、食べたのが久しぶりかな、お菓子で。アイスも食べないから。もうアイスはさ、昔さ自分の親がさ、うん、アイス食べた時ってなんか残してなかった？例えばスーパーカップとかさ、うんうん、全部食べないでさ、なんか残してなかった？で冷凍庫開けて食べようと思ったら、あ、残し中途半端じゃん、これ空いてるじゃんみたいな、なんで全部食わねえんだよって俺は思ってたの、子供の時、うんうん、もう今それだもんな、一口でいいもん。うっそー、マジで途中で止める方が好きな。もうだってさ、二口目ぐらいじゃん、うまいのって。え、ずっと美味しい。ずっとはうまくない、もう麻痺してるから。ずっとはうまくない。パフェとか2個とか、2個ぐらい食べれると思う。パフェ？パフェ、あ、それスーパーのアイスじゃなくて、うん、あして、それはそれは食えるでしょ。じゃあ家のアイスの話よ。家は、あ、ご飯の後にってこと？そう、家で食うアイスの話、うん、だパピコも1個でいいし、うんうん、1個のこれぐらいでいいし、へ、あのさっき細い部分のとこだけで、うん、だから、あ、そういうことかって分かったんだけど、その俺が子供の時に自分の親がさ、そうとかさ、うん、半分しか食わないで残してるのとかさ、うん、今俺そうだもん、そうだけに。たまたまだよ今の。だから食わないで、そう一口食べて置いてたりしちゃう。でずーっと置いてて、なんか白くなって氷めっちゃつくじゃん、うんうん、でもういいやって。そのパターンが多いかも。だからそういうパターン多いから、
スーパーでアイス食いたいなと思ってこうアイス売り場行っても、うん、前はこうやって捨てたしなみたいな、やっぱやめようって思ってしまう。で食べない。で食べない。じゃあ普段何してる時に幸せを感じますか？レジやっぱね、レジしてる時が一番俺楽しいかも。幸せだなって思う。うん。どういう意味で？売れた、売り上げってこと？ただピッピッてするのが好きってこと？うん、いや、まあ、忙しいのが好きかも。じゃん、いや、みんなそうじゃない？まあ、うん、いや、でもそうじゃない人もいるか。俺は、あれ、こうやって今日来てくれたりとか、うん、買いに来ましたとか、うんうん、そういうのはすごいもう嬉しいよね。あと、何日に来ますとか、うんうんうん、そしたら俺も、この日、あ、この日誰々来るから、うんうんうん、ってこう、うん、行くモチベーションになる。うんうん、楽しみができる。そうそうそう。うん、それは楽しいかも。うん、まあでも人が来てくれるのが楽しいかも。じゃあ一人の時は？一人、うん、ここで一人の時に、あ、一人の時に、うん、仕事以外で幸せを感じる。ないねそれがやばいのよ。ない。うん。じゃあそのお菓子食べてる時は？別に幸せとは思ってない。ただお腹空いたって。お腹空いたっていうか、だから麻痺してるのかもね。その幸せのレベルが高いのかもしれない俺。高い。だってお菓子食べただけで幸せ感じないってことは、うん、もっと求めてるわけじゃん。低いんじゃん。幸せを感じるのが低いってこと。感度が弱い。うんうんうん。かもしれないね、うん、だからもしかしたら、はい、ありました、うん、俺一人暮らしして、うん、もう8年ぐらい経つんだけど、うん、ベッドを買いました、うん、それを幸せって感じました、うん、3日目ぐらいまで、うんうんうん、もう今慣れちゃってるけどなんて素晴らしいのかベッドはと。もうなんで今までベッド買わなかったのっていう自分に対しての苛立ちと、うんうんうん、え、こんなにいい思いしていいのっていうこの感じがあった。ベッド、うん、ベッドいいね、あれ、うん、ベッド使ってる？使ってる。いいよな。いい寝る環境って重要な、うん、ほんとそれ思った、うん、それまでが俺布団、その前はあのマットレスを持ってたの、うんうんうん、でうちのなんかガス点検するときに俺が呼んだんだけどガスがおかしいみたいな、うん、で来てくれた人の次の日ぐらいからめっちゃ痒くなって、うん、全身にあのブツブツができ始めたの、うん、でそれからそこ椅子の上まで引いてたあのカーペットとそのマットレスを全部あの捨てて、うん、床で寝てたの。バスタオル1枚引いて、こうティッシュをこう丸めて、うん、これぐらいにしてこうやって床に置いて、これが枕、で寝てたのが、うん、3週間ぐらい。それはなんでかって言ったら、うん、またダニだったんだけど結局ね、ブツブツになるから、うん、じゃあそれ捨ててまた新しいの買ったとしてもまた移るかもしれないじゃん。だからとりあえず良くなるまでは、うん、この生活って言って、うん、バスタオル引いてこれ、うんうん、で床にこうやって寝てたりとかしてたんだけど、でそっから実家にある布団を持ってきてた、うんうん、だから実家にある布団もそのなんか使ってない布団があるから、じゃあ俺が貸してって言って持ってきてくれて、うん、でこれがだんだんこうベターってなってくるじゃん、うん、そしたら変えてもらって、うん、また、うん、まあこれもね、なんだそれ甘えてるのかな、なんだその甘えはって
思うかもしれないけど、それか思った。え、そんなことを親にしてもらってんのって思った。うん、思ったよね。うん、でもでは俺は思ったの。それ以外してもらってないから、逆に手がかからなすぎてると俺は思うね。うん、だから、ちょっとは、頼った方がいいなって、それは俺は思ってんの。うんうん、だから、この布団に関しては、毎回ちょっと、そろそろだなーとか思ったら、布団ちょっと変えてほしいみたいな。で、あ、わかった、いいよって言って来てくれるんだけど、それ以外俺全く頼ってないから、それも良くないなって思ってたの。うん、だから、例えばさ、子供だったらあるじゃん、親に。ちょっとお金ないんだよね、とか。そんなの俺一切したことなくて。逆にじゃあ、もう渡されてもいらないっていう感じだから、多分、良くないじゃん、親も。なんか子供がさ、手がかかってたら、こう、あんまりこう、まだ、あいつはダメだから、しっかりしないとなーで、ちょっとなんかこう、ボケないとかさ、あるじゃん。手がかかるほど、手がかかる子ほど、なんかこう、まだ親がちゃんとしてるみたいな。あるよね。あるよね。うん、うんって言ってる。あるよね。だから俺もそれの意味もちょっと込めて、甘えてるの分かるよ。布団をわざわざ交換しに来てっていうのは。だけどそういうのがあって、布団になってたの。でも布団もこうペタってなると、もう帰って眠りたくなくなるのよ。だから俺にとってはまたあそこで寝るのかっていうのがずっと続いてたの。変えてもらったその日はいいのよ。あ、めっちゃいいじゃん。でもその次の日はもうベタってなってるから、腰も痛くなるし。それが解消されたのが、一週間前ぐらいだから。めっちゃ最近。ベッドを変えたんですよ。大事。大事ですよ。環境めっちゃ大事。話長くね。これこそもうみんなスキップされるよね。というわけでこれはね、もう俺家で後でゆっくり食べたいと思うんで、この辺にしときましょうか。動画はなんで、あやさんありがとうございました。キングタコス後でいただきますので、というわけで、さよなら。さよならって言って。